あの人間丸いもちょっと顔が緩んでるね。緩まってますよね。ちょっと外行ってみます。はい、行きましょう。あ、開かないんだ。開かないのか。表から。表から行きますか。ちょっと荷物は沖縄です。TSCG 沖縄校のリニューアルオープンが、はい、いよいよ2月の4日に迫っております。はいはい、今日はですね、その記者発表に3人で来ました。記者発表させていただきました。この場所は何ていうんですか？これライカム。沖縄、ライカム沖縄ですね。そうですね。ライカムに TSCG 沖縄校がリニューアルオープン。お引っ越ししたんですよ、はい、そしてライカム沖縄市のですね、那覇市よりもうちょい上ですかね、ちょっと探検してみますか。行きましょう、ライカムです。すごい沖縄ですよ。今日パフォーマンスしてくれた子たちです。あ、本物です。おい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 、イエーイ。今キャス配信してます。映ろうよ。TikTok も頑張って、一緒に頑張ろう。ありがとう。ここにもいました、ムーチーさん。ムーチーさん、ムーチーさん、ムーチーさん揃った。ムーチーさん揃った。ね。ムーチーズ。沖縄校の生徒たちです。ちなみにムーチーっていうのは沖縄のお餅ですね。あ、ムーチーね。沖縄のお餅のことなんだ。餅のことをムーチーって言います。2月に食べます。2月に食べるお餅をね。寒い。もうすぐ食べるの。ムーチーディーサーって言って、あの寒い時に食べるお餅。そうなんだ。ムーチーズです。ムーチーズ。お餅のようにお餅のように粘り強い。すごいわ。髪すごい。国吉たくま。何くん？高取涼介。涼介くん？大介。大介くん。今日ダンスしたね。かっこよかったよ。キレキレだったもん。イエーイ。イエーイ。イエーイ。ムチーズね。これキャス？今インスタライブ。キャスは誰にやってもらってんの？あ、キャスやってないじゃん。キャスやってない。あ、哲也さんか。じゃあね、ありがとう。さよなら。沖縄ライカムにいます。ここ EXPG 沖縄校のでっかい看板あるんですよ。そういえばあっちに
すごいでかくないですか、あの看板。じゃあ、すごい青空。景色、ね、海、いやこれを見せたかったね、皆さん。これを見せたかったっすね。これもやばいっすよ。この景色見ながらさ、はい、ダンスしてたらいいのでそうだな、ね、これはやばいです、ね、逆にセカンドの全員連れてきてここでリハしたかったね。逆に間もなくですからね。間もなくなんで、スタジオがあって最後の追い込みここでしたい。スタジオでしちゃうな、ここ目の前が、でも開放的じゃない、みんなどうするよこれ。こう沖縄です、沖縄こうリニューアル、哲也さんとルイと来てます、リニューアルオープンするんで。僕も来てます。哲也さんもいます。みんな配信しまくり、みんなこれはインスタかな、インスタです。これはこっちはインスタ、これキャストです。あ、こっちキャストです。あっちインスタ。いろいろ配信してるんで、あのわちゃわちゃしてると思いますけど。何かしらを見てください。何かしら。ライカムです。沖縄ライカムにできたので、ぜひ皆さん拡散してください。ライカムね、フードコート行って、はい、カレー食べてきました。カレー。ああ、そうなの。いや、沖縄そばとかではないんですね、そこは。じゃあ、でも沖縄そばっていうのなかったよね。なかったですか。なんか、なんだろう、あの、宮崎の辛麺、はい、あ、辛麺とかはあったけど。風の音大きい、そうりそうり。今、沖縄はですね、20度ぐらいですよ、皆さん。暑いよね。暑いです、多分、ね。今だって T シャツにジャケットで半袖なんですけど、なんか全然暑いもん。暑いですよね。夜ちょっと涼しいなって感じだけど。今日はこれから昨日はあれだね、これからテレビの取材を一本やったら今日の仕事は終わりかな。そうですね。大きくなずきましたね。マネージャーさんが大きくなずきました。なずきました。あの沖縄港、うん、2月の4日からリニューアルオープンするんですけど、はい、もう今行っちゃいます。行っちゃおう。5日6日、はいはい、僕と与那嶺瑠衣でレッスンさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでフルネーム、はい、なんでフルネームだった今。与那嶺瑠衣と、神谷健太ですね、はい、レッスンしにレッスンさせていただきます、ね。で、はい、体験レッスンも、そうなんですよ、あのできる枠が少々ありますので、なので皆さん、沖縄の皆さんよかったらね、ぜひいただいたら、ライカム無料体験レッスン、もしかしたら2人のレッスンが受けられるかも。あれ。もう日月ですよね。ちょっと時間はまた詳細はどっかに 、はい、出しましょうかね。はい、出します。ね、EXPG のインスタとかなんかどっかに出しますの で、ぜひ沖縄の方、ダンスに興味がある方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。5、6、沖縄住んでる人ってどれぐらいいるんだろうな。EXPG は初心者でも大歓迎なので、はい、そうだね、はい、もちろんです。もちろん。あ
とまあダンスがやっぱり主軸にはなりますが、はい、ボーカルコースもありますしね、アクトコースなんかもありますね。ぜひ大人はダメですか、何を言ってるんですか。大人でも夢さえあれば、何でもできる。あと健康になりたい人もね、いいと思いますよ、うん、ダンスは。運動ね、僕もレッスン来れるかな、絶対行きたいですね。 EXPG サマーキャンプとかで来たいですね、レッスンね。呼んでもらえるように頑張ります。あとリニューアルであれですね、キャンペーンしてます、はい、入会金、入会費、入会費無料、無料でいいんですか。太っ腹ですね。キャンペーンしてるんで。いつからですか、いつからいつまで。2月から4月まで。2月から4月まで無料。入会金 EXPG 沖縄。ちょとりあえず一旦入るっていう手もある、ね、そうですね、とりあえずそれ確かに。急に天の声的な。そうだね、 PR です。沖縄校校長先生ですか。校長先生です、沖縄校の。今井さんももうみんなでみんなで別角度から写して今じゃあ、沖縄校体験したいんですけどって言ったら今井さんがいるわけですよね。はい、リニューアルキャンペーン、リニューアルキャンペーン2月から2月から4月末まで、リニューアルオープンが2月の4日、はい、4日でございます、はい、皆様はぜひぜひ、ライカム、ライカムです、ライカムにあります、はい、EXPG 沖縄。これを機に何ですか、沖縄に移住する方がいるんですか。本当でもさ、いいよね。こんな景色毎日見せたらどうしよう。ニヤニヤしかしないね。いいなぁ、緩みまくりの。スタジオからこの景色見れるんですよ。そうだよ、素敵です。泡盛とか飲んじゃってさ、最高ですね。なんか沖縄そばとか食べちゃってさ。でもあの EXPG の目の前のあのくら寿司さんに行きたくなりました。いつか絶対行こうと思ってます。違うんですね、すごいよ、みんな。太陽近っ、近いね、はい、太陽近い、日差しが近い、太陽近いです。今、今日でも日焼けできそうだもん、ね、できますね、この、うん、痛さ。あっ、すごい、車が来そうか。冬だよ、冬だよ。はい、大丈夫。したかったんですけど、ちょっとね、歩いたらそうですね、なかなか高い、なかなか高いそう。遠目ですね、ライカム沖縄、僕らと沖縄来た日になっていただけたら嬉しいです。EXPG 沖縄校ライカムにできたので、ぜひ皆さん遊びに来てください、ね、見学とか見に来てほしいね。そうですね、受付のね、受付の下に、はい、レンガの ね、瓦がこう積み上がってるんですけど、これが首里城のね、そうです、燃えてしまった首里城の赤瓦を、はい、使って、沖縄に少しでもこう貢献できるようなね、サスティナブルな、はい、取り組みっていうのも僕ら少しずつですけどチャレンジしてるので、いろいろと沖縄の地域密着型、スクールになってくれたらいいなって。そうですね、
線だよ。水平線。地平線見えそう言ってるけど、水平線だよ。若干向こう側に離島も見えるんですよね。そんな家庭打ってる。みんなのとこ行こう。沖縄こう来てください。ありがとうね。イエイ。はい、シーサー。みんな入ってたらもうシーサーいうシステムだよ。なんてんだよね、沖縄。1500人見てるよ。やばいな。沖縄に来たら遊びに来てね。来てね。2月4日からです。2月4日から、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。来てください。お願いします。来てください。ライカム。56はレッスンするんで、ぜひ。さよなら。